こんにちは、花坂じいさんです。今日はね、バラ咲きバコパを切り戻して超満開にする4つの方をね、皆さんに伝えたいと思います。このバラ咲きバコパ、特性はですね、常緑性で開花期が非常に長いです。で、初心者でもね、非常に育てやすい花なんですね。特徴はね、高温体質が苦手なので、夏は半日陰に置いて、水の与えすぎによる根腐れにね、注意が必要です。今日はね、切り戻しということなんですが、じゃあ切り戻しはいつやったらいいのということなんですけど、大体梅雨前とかですね、梅雨の最中だとか、形がこうなんか乱れてきたなとか、ちょっと元気がないなとかね、そういった時にね、切り戻しをされたらいいんじゃないかなというふうに思います。今日はもう梅雨なので、ちょっと短めにね、カットしていきたいなというふうに思います。こう混んでくるとですね、風が通らなくなって蒸れてですね、最終的には枯れるんですよね。ですから、そういうのも防止するためにやります。でどんな風に切るかということで、丸くなるような感じ、どっから見てもこれをイメージしながらカットしていきます。そして、今日はね、もう梅雨なんで、鉢の内側で切っていきますね。外側で切ったり内側で切ったりやりますが、今日は内側で切っていきたいと思います。で、切り方はですね、この鉢の内側にハサミを入れて、回しながら切るだけですね。こんな感じで切っていきます。この辺はないのですね、切って、鉢の内側から出てるところはもうカットするってことですね。鉢の内側でカットするとですね、風が入りやすいんですよね。下からこう上に抜けていくような感じで蒸れにくいですからね。今日は内側でカットをします。こんな感じですかね。とりあえず内側をカットしました。あとこう丸くなるような感じカットしていきます。若干短めがいいかなと思いますけどね。だんだん切っていくうちに丸くなってきますからね。何回か切るうちに、
でまずカットしたらどうするかというと、こういったもので消毒をやります。虫病気の予防と、切り口の消毒ですね。まず株元からシュッシュッシュッとやって、あと全体的にね切り口を中心にやります。はい、消毒終わったらですね肥料をあげてください。切り戻しとかね摘心の時は肥料をあげてください。こういったあの観光性肥料ですね、粒粒状のもの、これをね、鉢の内側にあげてください。なんで内側かというと根から一番遠いところにね、まあ根に負担が来ないように、やります。なんで埋めるかというと転ばないようにただ埋めるだけですね。はい、軽く埋めとけば固定してね動きませんからね。これでね、切り戻しの完了ということになります。で引き続きね、超満開にする4つの方法ですね、これを皆さんに伝えたいと思います。まず1つ目何かというと栽培環境なんですね。このバラサキバコパ、秋から春の間はね日当たりに置きます。夏はね半日陰で風通しの良い場所で育ててください。冬はね明るい室内や南向きの軒下などでね育てます。で、凍らないように注意をしてください。で1年を通してね雨に当てないようにします。2つ目、水やりです。8度の表面が乾いてきたらたっぷりやります。3つ目、肥料です。3月から11月にね観光性肥料をあげてください。4つ目、これが一番重要、実はこれ摘心なんですね。今日は切り戻しをやりました。で、今度はね枝先だけをね少しだけカットする。例えばこういった芽が出てきたらですね、例えばこれが芽が出てきたこの葉っぱの上でね、この下でもいいんですけどちょこんと切ってあげる。こんな感じで切ってあげる。これだけなんですね。そしたらねもう超満開になりますからね。こんなだん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 今茂ってきましたけどね、あの鉢いっぱいに、花が咲いてくれます。とっても綺麗な花です。もうバラ咲きですからね、ぜひ皆さんもねチャレンジしてほしいなというふうに思います。今日はねバラ咲きバコパを切り戻しました。花咲かじいさんと一緒にね超満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントごとありがとうございます。本当感謝感謝感謝なんですね。本当ありがとうございます。チャンネル登録しまた視聴して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は今画面上に私の似顔絵が出てますからピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。